始まりました、スマブラ博士。はい、 MC を務めさせていただきますジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。さあ、今回は前回の小池戦闘力に引き続きこの方にお越しいただいております。自己紹介お願いいたします。はい、キッズメサ所属の、リゼアスと申します。よろしくお願いします。はい、リゼアスさん、よろしくお願いいたします。小池戦闘力見ていただけたら分かると思いますが、14ストックマルスで即死キャラ以外で言ったら半年以上出てないんですよ。だからめっちゃもう僕それ以上遡ってないんですけど、13の体型さんとかがあって、まあ、もしかしたら抜けちゃってる部分もあるかもしれないですけど、そのマルスをね、今日ちょっと、お聞きしたいなと思いますので、それじゃあレギュラーの紹介です。どうぞ。はい、アルツジェカメメです。お願いします。はい、カメメさん、よろしくお願いいたします。そしてはい、レインです。よろしくお願いします。はい、レインちゃん、よろしくお願いいたします。さあ、じゃあリゼアスさん、いやもうベレスベルトもそうなんですよ。格闘技は一回置いときましょう。はい、はい、置いときたいんですけれども、ケンキャラのね、そうね、うん、でベレスベルトっていうのは、何回かね、こういろんな方に聞いてっていうのあるんですけれども、まあ、マルスっていなかったんですよ、満を持して。で結構人気のあるキャラクターの一人でもある。そんなすっごいこう上位な人気キャラクターってことでもないと思うんですけど、まあ確かにいるよねみたいな。まあ、好きな人はマジで好き。うん、かっこいいっすよね。使えたらかっこいいっすよね、はい、めちゃくちゃ、はい、本当に、うん、でも使おうと思えない。難しい。それはどうしてなんですか。難しい。そんなスムーズに撃墜できないです、マジで。まずそこにかっつきますよ ね、ま、じゃあ早速、リゼアスさんにマルスの解説していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速リゼアスさんのマルス、聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、まあ、まずマルスっていうキャラクター、ちょっとね、カメメさんとレインちゃんにはちょっと聞いたんですけれども、まずどういったところが特徴的で、どんな長所があってどんな短所があるかっていうところを教えていただけますか。はい、まあ、一番特徴は、はい、もうもちろん先端判定がめちゃめちゃ強いというところで、うん、はい、先端判定が当たると、まあ、強い。単純に今ダメージ 12.6% 入ったんですけど、はい、これ先端じゃなかったら 6.5% っていう感じ で、ね、ほぼ倍のダメージが与えられる、はい、で撃墜力も、先端当たると本当に根元に当たるよりもその倍近く相手を飛ばせるので、だから、まあ、先端を当てられるか当てられないかっていうのがだいぶ、肝になっているファイターかなと思います。 そうですね、それ聞くだけでも難しいよね。難しいよね、うん、根元ならさ、うわってくっついてね、ロイとかさ、うわっていけるけど、はい、まあ、あっこもね難しいなと思うんですけど、まず音が痛いからね、先端のそうですね、ジャッシュみたいな音が鳴るじゃないですか、はい、根元だとね、あ、よかったみたいな、ちょっと心の余裕も出てくるんですけど。確かにそうですね、はい、結構軽いんで。そうですよね。じゃあ短所ってどんなところなんですか。短所は、まあ、さっき言ったことの本当に逆で、近くだともう根元しか当たんなくて、こういう相手に接近されている状態だと強い部分である先端に非常に当てづらくて、はい、まあ、撃墜が難しくなってしまうっていうのがちょっと欠点かなと思います。うそうですね、はい、ちなみに先端とこの内側の判定というか、はい、根元の部分の判定っていうのは本当に剣の半分半分ぐらいで分かれてるもんなんですか。違うんですか。半分半分とかではないですね。本当に先端もなんか剣見て、はい、本当に先端部分だなってところに先端判定がついてて、それ以外はだいたい根元っていう感じなんで、ロイみたいな感じじゃない。じゃないんだ。そうですね、やっぱ難しいっすね。いや本当に難しいし、うん、なんか最初に先端の説明してくれたじゃないですか、うん、俺植木を先端になんないと思ってました、うん、一発で分かるんだと思って、ね、そう、普通にパッてやって植木を 12% ですって言われて、え、そこ先端なんだ、この中でこうなってます。普通に結構むずいと思うんだけどな。さすがさすがって感じなんだ。余計とかで試すと思ったら植木なんだと思って。へえ、あ、もうそんなのもさらってできちゃうわけですね、うん、いやそれはすごい。じゃあまず、マルスを使っていく上で、はい、おすすめの立ち回りといいますか、まずニュートラルゲーム、はい、3-2-1-go で始まって、はい、振っていきたい技っていうのは何になりますか。まあ、マルスで振っていきたい技は、はい、この空中ニュートラル、はい、UN とあと下強攻撃、はい、大体この2つで、まあ、構成されてると言ってもいいかなと思ってます。なるほどなるほどなるほど、はい、これって空 N は、はい、僕がやってるその VIP とかだと、はい、上り空 N が多いんですけど、はい、
まあ、もちろんキャラクターの身長とか大きさにもよると思うんですけど、どっちの方がいいとかっていうのあったりするんですか？上りか下りかって話ですよね。はい、そうですよね。ルキナーみたいな人型ファイター相手だと、はい、まあ、ガードでこうやって立って状態とかでも、はい、この上りの空中ニュートラルが一応当たるんで、はい、だから上りをガードさせてもそんなに不利な展開にならないっていうのがあって、うんうん、まあ、上りで振る相手としては理想かなと思うんですけど、人型相手には、まあ、リスクもつけづらい上りの空 N、 そうですね、はい、ガードに対してとか、はい、相手に押し付けやすいんで、はい、上りでも大丈夫なんですけど、はい、こういうしゃがん、まあ、しゃがんでる相手とか、はい、あとこれぐらいの投身のファイター相手だと、うん、上りで振った時に当たんないんですよ、ね、はい、そうですね、だから相手にめり込みながら振ったとしてもこれ普通にかわされてるんで、なるほど、ガードを張ってるフレームがないっていうのは本当に見てから、はい、あの余裕であの空中後ろとか、まあ、横強攻撃とか、はい、そういうので取られてしまうんで、はい、だから背の低い相手に対しては折りで振った方がいいかなって思います、ね、うん、なるほど、はい、もう大きい人はもう関係なく上りでいい、そうですね、はい、ああそういうことなんですね、はい、じゃあ、もう一個先ほどおっしゃっていた下強っていうところは、はい、まあ、ルキナとかでもね、なんとなくこう展開がいいから下強を振るんだみたいな、はい、ね、反角もないから先端だと特にっていうのは聞いたりするんですけれども、はい、その認識で合ってますか？そうですね、うん、ルキナとほぼ同じような感覚で合ってるんですけど、はい、ちょっと違うのは、はい、やっぱり先端判定がついてるので、はい、ルキナよりも先端に当たった時に早いパーセントでダウンしたりとか、逆に根元に当たった時に、はい、ルキナだったらこのパーセントダウンしてるのになっていうパーセントでダウンしなかったりとかあるんで、なるほど、だからそのいい展開を狙うっていう意味合いで下強を振るのはちょっとルキナとは違うのかなって、はい、そういう目的で振るというよりはマルスの先端判定を、はい、維持するため、先端判定の間合いを維持するために近寄らせないために下強を振るっていう感覚で振ってる方が、まあ、多いかなという感じがあります。なるほど、はい、レンさんお願いします。1個質問です、はい、ルキナって下強ガードさせて掴み反角できないキャラ結構多いじゃないですか、はい、マルスってそれができないってことですか？その後、そうですね、根元判定がやっぱりルキナより弱いので、うん、そのダメージ硬直さがあんまりない、はい、じゃあ逆もっと難しいんですね、その難しいね。だからもう聞いてさっき難しいしか言ってないですけど、うん、難易度が上がってるなっていう、密着拒否っていう意味で下強振るって感じですかね、多分先に、うん、そうですね、そもそもの接近を拒否するために下強振る、このままに入られないようにするっていう、はい、そうです、はいはいはい、へー、なるほどね、はい、結構空前のイメージが俺の中で強かったんですよ。確かにね、うんうん、空前で結構接近とか拒否するイメージだったんですけど、はい、空前と下強なんだって、うんはい、うんうんうん、ちなみに今話にもありましたけど、はい、確かに、引き空前とかよく見たりするんですけど、はい、空前っていうのもやっぱ一つ序盤で振っていきたい技の一つであったりするんですか？そうですね、ちょっと、うん、まあ、これはマルスルキナ共通なんですけど、はい、この空中前は上りで振った時に、はい、すごい低パーセントとかだと、うん、確かに弱振っといてもらいます。そうです、攻撃当てるんで OK、 当てだと、はい、OK です、いきます。これ半角なんですよね。ああ、なるほどね。そうそう、当て半なんで、これルキナも一緒なんですけど、はい、だから上りで振るんだったら本当にこの空中ニュートラルの方が、うん、半角もほぼ取られないですし優秀なんで、大体こっちを振るかなって感覚なんですけど、うん、まあ、ただ前方向に一番伸びる技なんで、はい、そうですね、だから相手が例えばなんか引きジャンプとかをしてる時に、はい、この空中ニュートラルで突っ込んでもそれに対して、まあ、引きから合わせられるってことも多いんで、はい、そういう場合に思いっきりめり込みながら空中前で相手の引きジャンプごと狩る、なるほど、っていうイメージでたまに振ることはあるぐらいですかね。いや、このその空前と空 N とっていう割合って結構難しいと思うんですよ、はい、ね、ルキナ使ってたからマルスもいけるとか、はい、なんかそう思ってこう使ってる人、まあ、特にね、さっきも言ったけどかっこいいからこうマルス使ってて割合難しいじゃないですか。すごいなんか優秀な気しちゃうんですよ、空前って、はい、俺もそんなイメージでした、はい、ね、引き空前も優秀、空中軌道も優秀っていうので、なんで僕なんかはなんで空前振ってこないんだろうみたいな感じだったんですよ、はい、空 N だったら別に回避してそのまま、はい、もう一回やり直し、うん、で僕はいいんでガードできた場合ね、はい、うん、いいんですけど、空前の方が厄介だけどなと思ってたんですけど、当て半になるっていうのが特に低パーセントは、はい、いうのがあるんで、序盤に振っていく技の一つとしては、重要度は下がるっていうことです、ね、ちょっと弱いかなと思いますね、はい、なるほどね、俺使えるな、もう
だって、いや、いや違う、分かってる、難しいんだよ。難しいんだけど、小木さん、俺、ここまで聞いて、俺、使えないなってなってるんですけど、なんつうの、小木さん、すげえかもしれない。フォローチャートがさ、この技も、つかみもありますとか、例えば、うん、4つぐらいに分かれて、相手の状況を見てとか、キャラクター見てじゃなくて、クーエヌとした今日で、守ってくださいみたいな。これいやでもそれだけじゃ無理なんですよ。そんな簡単な話でもないですよ。そうですね。すいません。そうしましたら、じゃあ、序盤のは、クーエヌと、下京っていうところで、はい、しっかり先端を維持しつつパーセンテージを稼いでいくっていうフェーズになると思うんですけども、まあ、中盤ですよね、はい。中盤っていうのはどんな技を振ったらいいとか何を狙っているとかがあればぜひ教えてください。はい。大体パーセントが50、60とか、はい、溜まってくる頃合いだと思うんですけど、はい、それぐらいになってたら、うん、マルスする気な両方なんですけど、はい、やっぱこのファイトは復帰阻止がめちゃくちゃ強いんですね。ですね、はい、なので基本的には相手をある程度吹っ飛ばせるパーセントになったら、うん、相手を、外に吹っ飛ばして復帰阻止を決めて、はい、ワンチャン早く倒すっていうのを狙っていきたいファイターなんで、うん、大きく相手を吹っ飛ばせる技を狙うようになります。おお、なるほどね、はい、直接撃墜になる技じゃなくて大きく吹っ飛ばせればそれでいい。そうですね。なるほど。そういうイメージで技を振るので、うん、マルスに関しては横強とか増えてくるかなという感じがします、はい、横強は対空にもなるし、これはずるいマジずるくない？横強は本当に強いですね。いや、ずるいよこれ。本当に強いと思う。なるほど。大きく吹っ飛ばせる、まあ、それももちろんね、先端を意識しつつ中パーセントは横強とかも狙っていくわけですね。はい、そうですね。ちなみにマーベラスコンビネーション、はい、っていうのは、この辺から狙ってったりします？狙うのは狙うんですけど、はい、癖があるというか、はい、ちょっと難しいところがあって、はい、まあ 50% ぐらいとしますか、はい、で一応これちょっとこれ先端なんですけど、はい、まあほとんど死ぬぐらいの吹っ飛び方。そうですね。だってほかほかゼロだからね、はい、そうですね。だから 50% ぐらいでも一応なんか狙って相手をワンチャン撃墜狙うってことはするんですけど、はいはい、ただマーベラスコンビネーションって、うん、その先端判定が非常に分かりにくいんですよ、はい、でだから4段目をちゃんと先端にこうやって当てるのってリレーかけてますちょっと。あ、そうですね。相手の吹っ飛びとかを調整見てから調整して早めたり遅くしたりっていうのをやって先端当てるんですけど、はい、ただマーベラスコンビネーション一番先端に4段目を先端に当てやすいのって、はい、根元で当て1段目を当てた時なんですよ。あ、そうなんだ。根元で1段目を当てた時に4段目が当たりやすいのって大体このパーセントなんですよね。で 100% ぐらいになると相手の吹っ飛びがいい感じで先端に当たるんですけど、50% とかその中パーセントぐらいの時って、はい、うん、これが相手が吹っ飛ばないんでどんなにディレイかけても先端にならないんです。あー、なるほど。だからそもそもの初動を離して4段目に当てる努力をしないといけないんですけど、はいはい、これがやっぱ離れてるとその 100% の時で根元でやる指導の時と、うん、そのリレーのタイミングがまた違うんで違くなりますよね。だからすごく難しいっていうので、そんな先端を狙いに行くマーベラスコンビネーションを中盤で振るっていうのはあんまりないですかね。ないんですね。崖の時ぐらいですか。単純に相手を、まあ、崖外に出して復帰阻止できればいいなぐらいの気持ちで振ってるぐらいです。はい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 、よく質問なんですけど、ごめんなさい、はい、上シフトあるじゃないですか、はい、は使ったりします。こうなんか展開継続、展開維持を、はい、するのが僕の中のイメージではマルスとかルキナって強いイメージがあるんですよ。上強だったり、空上だったり、はい、っていうところで展開維持でパーセントも貯めたい、はい、っていうところで、まあ難しいのであれば序盤から中盤にかけてとか、はい、マーベラスコンビネーションの上シフトを使って展開維持というか、はい、いい展開を作るとかっていうのはしたりします。一応するのはします。根元でやっぱりその通常中段全部4段目の先端が当たらないっていうのが自分の中で分かってる場合は上に浮かして、でそのまま展開維持を行うことも多いんですけど、あんまり高いパーセントじゃない時はそのマーベラスコンビネーションの上シフトを当てた時もそんなに吹っ飛ばなくて、でもうちょっとパーセントが低かったりするとこれも当て半になる可能性がある。上狙うにしてはもうちょっと高いパーセントの方がいい。まあこれぐらい溜まってれば上に
はい、打ち上げるのもいいぐらいの打ち上がり方するんで、はい、全然ありだと思うんですけど、だったら外出した方がいいっす。そうですね、だから下シフトとかでダメージを大きくためながら外に出す方を優先しがちですかね。なるほど、はい、シフトの話でじゃあついでに聞きたい。あ、もうぜひお願いします、はい、さっきレインさんとフリーしてたじゃないですか、はい、その時にマベ3段目下シフトで先端に持ってくみたいなことしてたんですけど、はい、Wii U の時それ結構あったじゃないですか、はいはい、マベ3段目の方が下あのセンター当たりやすいよみたいな、はい、方策もあるんですかね。あれもその当たりやすいよっていうのはなんか相手の飛んだ位置に関係してるんで、はいはいはい、だから例えばなんですけどさっき 100% で根元指導だったら、うんうん、いい感じに全部中段でセンター当たりやすいって言ったじゃないですか、はいはいはい、で例えばですけど 100% とかの時にちょっと離れてしまってる時、はい、離れた時にマベコンの指導が始まった時はこれ全部中段だと、まあ、先端に届かない場合があるんですよね。今当たったんですけど、離れすぎてると先端が届かなくなってしまうっていう時があるんで、はい、まあ、そういう場合はあの下シフトを使って、まあ、やるっていう場合があるから本当に相手の距離に応じてやる感じですね。指導位置によって結構シフト変えたりするって感じなんですか。あ、そうですね。あ、はいはいはい、これ難しいね。だからちょっと難しい感じです。深いわ。なんかマジでマブコン当たり前のように検索で搭載する。そうそうそう、ふざけんなよと思うことなるけど使い手の努力詰まり込みすぎてるわ。ロイとかの比じゃないわ。とりあえずね、ロイはウィシフトしとけばね、なんか根元来てくれるからみたいなあるけど。そうね、なるほど、面白い。いや中盤まで聞くとやっぱ難しいっすね、うん、なんかそんな気がしちゃいます。まあ、じゃあそうしましたら一旦復帰阻止の話は後々聞きたいなと思っているんですけれども、はい、じゃあ、パーセンテージ貯めて、じゃあ先ほども言いましたけど ありましたけれど 80% から 100% ぐらい今、はい、うん、これで、まあ、直で撃墜狙いたい、はい、まあ、撃墜択っていうところになるんですけれども、はい、まああと、そうか、ごめんなさい、撃墜択の前にコンボとかあればぜひ教えていただきたいなと思うんですけども、それは序盤から中盤、まあ、終盤にかけての何でもいいんですけど、コンボとかあればぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、はい、コンボですかね、はい、まあ、このキャラって、うん、そのマルスルキナ両方なんですけど、はい、一応、まあ、投げコンボ持ってて、はい、この下投げクーウェが、はい、あのカウンター回ってないんですけど、はい、一応確定してるのは確定してるんですね、はい、うん、でただこれ相手がこんな感じで無敵で割り込めたりとか、あとその離れるようにベクトルを変更する場合だとこれ確定しないんですよね。今の追いかけたんですけど回避が普通に挟めたりとかしちゃうんで、だからもう低いパーセントで掴んだ時は相手のベクトル変更が間に合わないぐらいすぐ下に投げるとかしないとそもそも確定しないっていう結構シビアなコンボを序盤は持ってて、はい、で、これが相手のパーセントがたまると普通に確定するようになる、はい、で、まあ、これぐらいとか結構もうちょっと高いパーセント 50% とかでも、うん、全然確定するかな。まあ、こんな感じで相手のジャンプをワンチャン潰したりとか、うん、そもそも回避が間に合わなかったりとかっていう状態が多いんで、はい、まあ、下投げ空中上のコンボは序盤から中盤までずっとお世話になるかなと思います、うん、これはマルスルキナ共通なんで、はい、皆さんももしかしたら聞いたことはあるし見たこともよくあると思うコンボなんですけど、はい、でルキナとちょっと違うコンボがあるのが、うん、まあ、マルスの特徴ではあるんですけど、はい、30% ぐらいかな、これぐらいのパーセントになると、うん、あの空中ニュートラルが、はい、あの人型には当たりやすいって言ったじゃないですか、はい、だから上りの空中ニュートラルをうまく使ってこれで先端横スマの先端が当たるっていうコンボがあ、さっきのあのガノンのやつを流してもらった方が早いね。思い出して嫌な顔してる。地獄じゃんそれ。これやばいよな。 30% から。あ、そうですね、 なんだったら 25% とかでも多分死ぬかな。結構低いパーセントでも全然、しかも上りでいいんでしょこれ。あ、上りでいいです。え、いやこれ強いな。いや上りでいいのってさ、いや僕らって、僕らって誰だよって思って、僕でいいです。じゃあ僕のような初心者ってやっぱ下りでなんか振ってください、最低空でなんか振ってください、ちょっと難しいんですよ。今でこそ意識できますけど、やろうと思ってやりますけど、上りで撃墜択になる技が振れるのであれば、からのコンボがあるのであればめちゃくちゃ助かるんですけど、稲垣さん、スタッフの稲垣さん、はい、どうですか。これそんな簡単じゃないと思いますよ。あ、すいませんでした。僕はマルス結構使って、そうですよね、動画めっちゃ見てるんですけど、はいはい、あの全部そんな簡単じゃないです。
まあ、そうですよね。これってステップ横スマとかにしてるんですか？ステップが必要な場合、ステップのキャンセル、こんな感じでちょっとキャンセルが必要な場合もありますし、やっぱそうですよね、必要ないこともあります。だからこれだ、無理だよ、これ無理だよ。システックが弾くだけじゃないっす。すごいよ。そうですね、普通に。あ、そうなんだ。こういう調整ですよね。そうですね、これはあのマルスの根元の吹っ飛びが弱いから、はいはい、あの相手があんまり離れなくて横スマが確定するので、これはルキナには絶対できない方法ですね。そうですね、うん、あー、そういうことか、はい。ちなみになんですけど、これパーセンテージ高くなればなるほどやっぱ入らなくなってきますよね、吹っ飛びが高くなってくるから。クーエヌのらないですね。だから、まあ、一応ルキナって確定体が、広い方なんですけど、はい、35とかでも入るかな。こうやってパーセントが高くなってくると、はい、ステップでキャンセルして横スマッシュを打つ可能性、あの必要が出てくる。はい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 、はい、相手に近寄らないといけないんで、こんな感じ。すげえ。こんな感じって一発でできるの。一発だもんね、全部ね。あれなんか剣先って確定なんだっけこれ？もうよくわかんないよ。もう何が本当かわかんないもん。なんかちょっと広くない方がいい。すごいよね。すごいわ。なるほどね、はい。でもガノンとか重量級に対しては僕に空エの3回やってたじゃないですか。はい、あれだけで多分 40% ぐらいか。もうちょっといってたかな。普通に 10% ぐらいから指導して死んでました。だよね。そうですね。はい。その自覚はありました、僕。重いから。重いからってこと。クーエヌが何回も入るってことですよね、多分。ルキナとかは入んないけど。そもそもこうやって入るファイターも、うん、まあ、一応いるんですけど、はいはいはい、相手が吹っ飛びすぎて、そうですね、合わない場合もあるんですけど、重量級とか、ああいう結構なんか、重力感じてるファイターは、下に落ちてきてくれるんで、うん、クーエヌがいい感じに入って、あんだけ運べて、横スマっていうのが最後まで入る。いや、ちなみにこれって、まあ、たくさん練習して難しい。で皆さんおっしゃってますけど、やっぱりマルス使いたいなとか、はい、今ある程度使えてるスマメイトでもうちょっと上行きたいっていう人とかだったら、はい、まあ、ある程度できるとか狙ったりすると思うんですよ、はい、こういうことも、はい、そういう人がこのファイターはどうしたらいいんだろうとか何までつながるんだろうみたいなのはリゼアスさんの配信で聞けばいいですもんね。そうですね、一応そ の動画をこのこうやったら入りやすいですよっていう簡単なショート動画みたいなのも上げてるんで、そういうの見てくれれば確定させやすいかなと思ってます。はい、ちょ、わざとっぽくなるからやめてください。わざとっぽくなる。今初めて聞いたのにちゃんと。ちゃんと初めて聞いてますよ。前もって聞いてましたみたいになるから。聞いてないです。ああ、それは嬉しい。はい、ああ、それは嬉しい。しかもショートのね、1分とか30秒とかで見れるのであれば、はい、すごい嬉しいんで、あのちょっと概要欄の方に貼っときますよ。うん、嬉しいですね。いや、さすがですよ。俺も帰ったらこれだけでビップやります。あー、クーエヌ横スマだけビップね、普通にやりたい。 25% からの指導で必要になるのはまあ難しいのはね、もちろんね、重々承知なんですけれども、そういったコンボもあるっていうことですね、うん、はい。で、中盤にかけてはやっぱり下投げクーエっていうところがやっぱ入る、うん、そうですね、下投げクーエと、うん、あと、まあ、もう一つ先端での撃墜を狙うコンボなんですけど、これは多分よく見るんじゃないかな、うん、この空下空下からの横スマッシュ、はい、さっき俺の聞これで聞いてた。これなんでできるんですか？え、これって難しいの？え、これ難しいんじゃないの？結構。いや、でも多分マルス使い的には一番簡単なコンボかな。でもこれもステップ横スマで調整したりしますよね。そうですね、例えばですけど、あいつ見てんな、リゼアスチャンネル。なんか視聴者がちょっと質問してるみたいな。いい質問だと思います、はい。まあ、相手がこうやって止まってるわけじゃないじゃないですか、もちろんいつも。そうですよね、だからこうやって動いたりしてると、はい、その横に例えばベクトルが入ってたりすると、うん、空下が当たった時に右にずれたり左にずれたりするんです。します、します。そうなった場合に横スマッシュのこの上側をしっかり当てないと先端になりづらいんで、はい、うん、それに合わせるために縦軸調整でステップしたりとかでちょっとこうやって横に移動しながら打つってことはありますね、はい、やっぱ難しいんだね。しっかりそこはこう相手のベクトルを、いや、そんな暇はない。え、感覚ですか、その辺は。いや、もちろんオフだったらね、見える見えないあると思うんですけど、まあ、でもほぼ空下当たった時点で確定してるようなもんなんで、あんまりなんか意識して振ってるって感覚は自分の中ではないんですけど、はい、まあ、でも縦軸で相手の吹っ飛びに硬直がそれなりにあるんで、うん、はい、なんか折りで技振ってるからこっちの動けるなんていうんですか、時間もそれなりに長くて、はいはい、見てから振るっていうのも、まあ、割と簡単かなって思います。へー、簡単じゃないけどね。空下当てるのも難しいですね。
まあ、クリスト結構受け身展開で狙ってるイメージは、ね、横回避読んだりとか回避読みか受け身展開が、うん、あ、そっか、そうそうそう、ね、確か先端じゃないといけないもんね。そう、あ、そうか、これ先端じゃないとこれもダメなの。あ、そうですね、先端じゃないと、先端 の, あの中央じゃないとメテオにならないです、ね、今みたいに浮いちゃうんだね。これ先端なんですけど、中央じゃなかったら横に飛んじゃう。あ、これむずいじゃん、じゃあ。いや、むずいっすよ。先端ど真ん中、先端で締めないといけないわけね。そう、そうですね。なんか、あの、いや、これも簡単ではないんですけど、簡単ではない。ホムラの工夫した。はい。いや、簡単です。あれ、そうなんだね。よかった、よかった。僕、今そのイメージだったんですよ。僕、ホムヒカも使うんで、1000万近くあるんですけど。レベチっす、普通に、うん。全然違うね。うん、そうっす。メテオ判定の幅がそもそも全然違う。それは確かに思います。すごい簡単にやるじゃない。で、そ の,、ね、でその後に横スマも先端に遊びに行け。ただこれはマルス使いとしてはやっぱ 60% 中盤から狙った方がいいですもんね、はい、そうですね、やっぱ明確にルキナとの差が出るポイントの一つなんで、狙えるなら狙った方がいい。そうですよね。そうしましたら、まあ、今のコンボルートの中で激痛につながるコンボっていうところで、ちょっとね、聞いてしまってもしかしたらないかもしれないんですけれども、はい、激痛委託っていうのをちょっと聞かせていただけないかなと思っております。はい、マルスの主な撃墜択は、はい、まあ、先ほども紹介したこの横強と、はい、上強、あとは下強でのダウン展開の3つが大体かなって思います。はい、はい、はいって言って嫌ですよ。僕はロイでやっぱそれ嫌なんで、どっちに転がんのみたいな、もう死の読み合いをしなきゃいけない。あれじゃんけんポンすかね。そう、マジで。いや、でもやっぱりマルスでもそれはやっぱ存在してるわけですね。そうですね、でもある、はい、あ、そうですよね。ちょっとちなみにその展開を見せ、だってといっても先端調整をしなきゃいけないわけですよね。このパーセントは根元の方がいいとかあるんじゃないですか、もしかしたら。あ、そうですね、低パーセント、あ、違う、ダウンするパーセントとかの時は先端当たると、あの、吹っ飛びすぎて間に合わないんですよ、ね、なるほど。なので根元に当てて近くでダウンさせて、まあ、こんな感じで、うわー、おしゃれ、ダウン連これ指取るのダウン連で、ちょっと待って、ダウン連でスマッシュじゃねえの初めて見たんだけど、超かっこいいじゃん。なにこれ。めっちゃテンション上がってる。すごい。ちょっともう一回見せてください。もう一回見せてください。なんかあります、他に、他のキャラクターでダウン連でスマッシュじゃない撃墜。あ、これダウン連なくはないでしょ。なくはない、なくはないかもだけど、かっこいい、これおしゃれね、ですね、し、まあ、直接なんかこういうのを狙ってもいいしっていう感じで、あんまりここら辺はルキナと変わんない、ダウン展開自体は、まあ、根元当てるかぐらいの差ですかね。まあ、スマッシュは使わないけど、横スマッシュ当てるか横強、上強振るかは違うあるけどね。そうだね。それかっこいいっすわ。でもマルスもっとかっこいい撃墜だからあるんですよ。え、なんすか。クーエルドルフィン一番好きなんですよね。ああ、一応まあこいつマジでかっこいいですよ、クーエルドルフィン。これもマルスにだけ許された。いや、ルキナも多分ある、あるんすね。一応できます、マルキナ両方、はい、できるんですけど、ま、マジでかっこいいですよこれ、まあ、これマジで好き。下りクーエル一段ドルフィンってことですか。そうですね、堀くん、こうやって、まあ、ジャンプすることが多いんですけど、はい、マルキナってだ、こういうので例えば相手の横回避とかを見れたりしたときに、うん、まあ、こういうので狩る、はい、割とその空中ニュートラルって立ち回りを構築してて、うん、まあ、振りやすい技として挙げたじゃないですか、はい、なんで、まあ、振る機会が多いから横回避とかにこうやって刺しやすいよっていう話で。なるほどね。上の一段からのコンボがありますね。空上の一段からの横スマッシュは殿下の宝刀ですか。あ、そうですね、空上の一段からの横スマッシュ。うわー、かっこいいじゃん。マジでこいつの空上の一段おしゃれなんですよね。いいね。剣先になる地味にちょっと難しいことしてませんでした今。え、向いてませんでした。あー、はい、あの先端今当たんなかったんですけど、はい、そのちゃんと調整します、ね、こうやって後ろにちょっと歩いたりとかで先端調整してこうやって、もうおかしいもんこれ。すごいよマジで。マジですごい、チラホラやったりとか。チラホラやってるのは言って気づかないから俺みたいなポンコツは。なんか歩き速度が割と速いから、はい、トップですよね確かマルスって。そうですね、1位。そうなんで崖とかも歩きで調整して横スマ先端したりとか結構してて、はい、リザさん、はい、なるほど、ね、マジですごい前管理が。いや、すごいっすわ。空への一段っていうのはやっぱりちょっとこう肝になってくるのが終盤ってことですか。そうですね、うん、これくらいの、まあ、撃墜択の一つではあるんで、はい、うん、ただそんな
なんていうんですかね、がっつり狙うコンボとかではなくて、ただただこう小ジャンプとかしてるときに、あ、相手がワンチャンその甘えた回避してくれたなっていうので見てから振るぐらいの感覚なんで、うん、まあ、主に狙うコンボとしてはやっぱり下強コンボというか撃墜択としては下強のダウンとか、はい、横強の座って上強の座ってって感じです。あ、やっぱそうなってくるんですね、はい、ちなみに僕はやっぱりちょっとどうしても空前が気になっちゃうんですけど、はい、序盤はまあ当て半があるから、はい、あのやめてって言ってたんですけど、はい、空前って振ります？このパーセント。あ、振るのは振ります。やっぱりあの立ち回りを構築してる技の一つなんで、はいはい、一応相手のその対空するために振ったりとかはするんですけど、はい、あの空中前って意外と飛ばないんですよね、はい、あ、まあ、これはもっとこれ先端なんですけど、はい、まあ、言うてそんな飛ばない、はい、で撃墜択としてあんまり機能しない、うんですよね、うん、これが空中後ろだと、まあ、結構飛ぶ、もうクソ飛ぶ、まだ飛びますよね、めちゃめちゃ飛ぶので、はい、まあ、大体狙うんだったら撃墜択としてはこっちになるかなという感じですね。なんか空中攻撃で撃墜はあんまイメージない。あ、うん、そうですね、そんなめちゃめちゃ飛ぶのはまあ空中後ろぐらいなんで、そうかそうか、ただやっぱ壁を張ったりそのね、っていうところで、はい、空前は使うは使うと、まあ、使うは使いますね、うん、まあまあ、そっち展開にもなりますもんね。そうですね、空前だ、うん、あとはまあ純粋にマベとかですか。本当に、あ、そうですね、やっぱりマーベラスコンビネーションになりますね。それはもう先端先端先端でいけるんですか、もうこうなったら。これ根元じゃないですか、うん、根元です。だ1段目とかが先端に当たると、はい、まあ、これくらいの前なんですけど、はい、あのそもそも相手が大きく吹っ飛んじゃったりするんで、はい、届かないんですよね。だから前段当てないと、まあ、ガードを挟んだりとか暴れる余裕ができちゃう、隙間ができちゃうんで、はい、まあ、大体根元指導で、まあ、当てに行くっていう感じ。やっぱりディレイか。そうですね、これぐらいちょっと早めないといけない。いや、これむずいっすわ。気づいてました。このキャラむずいっすよ皆さん。なんか超スタンダードなキャラクターってイメージがあったんですよ。デラックスとかでも強いし、そうですね、先端も飛ぶけどっていうのは知ってましたけど、なんかこう動きも速いしね、ジャンプ空中軌道もいいしって思ってたんですけど、これは撃墜ってなるとやっぱクソむずいっすね。でもガンドも 100% で毎回聞いてました。いや、まあ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 ですけど、マルスの上強って振り上げの部分が先端になるんですか、はい、その確かに、ああ、その出始めの部分かな、出始めの部分、なんて言ったらいいのかな、これ多分先端じゃないんですけど、はいはいはい、あのがっつり密着してると先端になんなくて、はいはい、ただ、まあ、さっきみたいに寝転がってる時は、はい、あのこれ真下からやっぱ振り上げてるんで、はいはいはい、そもそもマルスが今こう構えてる状態が、はい、あのダウンしてるあたりの相手の姿勢と噛み合ってるっぽいんで、はい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 、ちょうど、まあ、先端を地面スレスレぐらいに置いてるじゃないですか、はい、だからあの先端に当たってる、だから上強振ったのかって感じ。他に知ってました？動きを振ったり、かっこいいぐらいじゃないですよ、動きさん。いやいや、はい。後ろ側も一応飛ぶんですか、先端だと。後ろ側も一応先端だと飛ぶのですけど、ただ前側の方が。あ、前側の方が飛ぶんだ、これ。飛ぶかな。へぇ。ちょっと待ってくださいね。違いあるんだ。まあ、バードの前でもちょっと飛んでるね。そうですよね。空号もあのアップデートでこれ変わって、あ、そうなの？割とあのこういう密着状態でも先端に当たりやすくなった。はい、へぇ。なんか昔はこれぐらいで振った時になんか先端にならないことが多かったんですけど、はい、なんかたまに密着で振ったりした時になんか空母は先端に当たるようになってくれたんで、こんな感じで。へえ、先端のイメージないもんね今の。そうですね、だからまあ結構密着でなんか振るようになった技の一つですね。なるほど、はい、ちゃんとした強化ですね。そうですね、ちゃんとした強化というか、はい、復帰阻止と崖周りのことをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけれども、はい、まあ、復帰阻止はもうまあもうまあじゃないですか。もうまあクソ強いじゃないですか。ふわーって降りてきて車へ飛ぶみたいな。ルキナじゃないキャラがいいかもね。そうしましたら、ちょっとキャラクターの無敵があるからっていうので、うん、ちょっとルキナじゃなくて、ガンドになりましたけれども、復帰阻止の話、はい、はい、ですよね。まあ改めてまずルキナとの違いとかってあるんですか。復帰阻止は、うん、ルキナとやってることは変わんないですね。そうですよね、はい、あのふわーって上から降りてきていつまで来るんだよ、はい、から、ジャンプ空前して上 B でどこかに去っていくっていう感じですもんね。
そうですね、はい、うん、改めてちょっと見せていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします、はい、どうぞどうぞどうよ、もう一思いにやっちゃってください。まあもうこれでなんだこのゲームは何でもいいですよね。そうそうそう正直まあ何でもいい。でやっぱきついのは、はい、まあこれたまたまガンなんですけど、きついのは例えばそこでこう噛み合わせるジャンプ食う上とか俺がするガノンがするってなっても、はい、剣判定なんて勝てないんですよ、うん、相打ちすればいいからね。そうなんですよ、ドンっていいんですよ。なんでちょっとそれちょっとうまいことやってもらってもいいですか、うん、はい、無理じゃん。いやでも無理なんですよ結局下に行けませんまずそうだよねその高さにならないというかさ、はい、そうなんですよね、まあ、あとは空前振るとかしかないですからね、うん、あそうですね。やっぱシンプルに落下速度遅いのめっちゃ優秀ですよね、阻止する上で。いや、まあ、無理なんだよね、こうなるからね。あ、落下速度の遅さっていうのもめちゃくちゃ大事だと思います、阻止する上で。そうだよね、やっぱ見れる時間が長いんで、はい、軸も合わせやすいし急降下入れるだけで、はい、そうですね。いやすごい強力だとは思います、はい、本当に。だから食う前だけでやっぱ完結しますか、復帰阻止っていうのは。はい、食う前は実はあんまりなんか強くないっていうのを最近、最近というかちょっと前からずっと思ってて、はい、プロトバナムさんいるじゃないですか、はい、バナちゃん、あのバナムさんって復帰阻止に行くときにこっちで行くね、行くんですよ、はい、でこれなんでかっていうと、まあ、空中後ろの方が強いからなんですけど、はい、あの単純に吹っ飛ばしも空中後ろの方が強くて、うん、でプラス空中後ろって下から振り上げてるじゃないですか、うん、下から振り上げた方が、あの例えばなんですけど、まあ、ガノンが復帰阻止を、まあ、怖がって、はい、さっき言った通り暴れをできたりするじゃないですか、はい、すそれしかないんですよこっちは。そういう場合ってあの大体空中技は対空性能が高いので、はい、その相手が空中にいる場合にあの斜め上とかの位置に対して強い技なんですよ。この相手に強いってことですよ ね、 こうね。で空中前はあの上から振り下ろしてるんで、はい、大体、まあ、こういう立ち位置というか位置関係になるじゃないですか、はいはい、復帰阻止も同じでこういう位置関係になって空前を振りに行くんですけど、はい、こうなると、まあ、ガノン側の空中上とか空上なんだよ ね、 そうですね、暴れそれしかねえんだよ、うん、まあ、その発生で負けてしまった時に一方的にこっちがやられて、はい、でそのまま相手が復帰してしまうっていう状況を作られてしまいがちなんですけど、うん、そうですね。それを逆にマルス側がガノンの下を取る、斜め下を取るように動いて、で空中後ろで下から打ち上げるように技を振ることで、そのさっきの位置関係が逆になるんで、こっち側が有利に対空技を振ることができるので、はい、復帰阻止はこっちの方があの確実性が高いですよね。なるほどね。だから、結構マルスルキナはこの空中後ろで復帰阻止にした方が強いと思ってます、はい。まその僕はよく空前でやられちゃうんですけど、はい、さっきねレンちゃんにやってもうワンちゃんこれしかないってなったらもう空上振るしかないんですよ、はい、空前で来てる相手には、はい、で空後やっぱ強いんで空後の人は、はい、僕もわけわかんないところでジャンプしてもう絶対やられちゃうけど空下狙いに行くんですよ、はい、もう上に入って、はい、でも無理なんですよ、まあ、ここまで来てんですよ剣が、まあ、剣がそこまでいるし、うん、その剣キャラの強みってそのガノンの空下とかって一方にしかないじゃないですか、はい、判定がそれに対して避けながらちゃんと殴れるのが剣キャラの強みでもあるんで、そうですね、やっぱむずいんですよねそういうのに対して。やっぱそういう点からもしっかり空後で行った方がいいっていうことでよろしいですね、はい、そうですね、はい、で明確に空前で行くっていう時ってあるんですか。もう行けるなら全部空後で行った方がいいですか。行けるなら空後で行った方がいいですけど、はい、まあ、その振り向いてる時間が一応あるん で、 そうです、ね、例えばですけど、はい、あのもう相手が崖近い時とかに、はい、もうすぐ行かないといけない、うん、これぐらい離れて、はい、それになるともう急降下するしかないじゃないですか、はい、なるほど。でこうなってるともうあの振り向いてる時間がない、はい、降りれないじゃないですか、はい、だからもう即崖降りで空中前を振りに行く、なるほどね、っていうことはするんですけど、それ以外余裕がある時は、はい、まあ、大体振り向いてこういう復帰阻止を行いますね、うん、分かりました、はい、ありがとうございます。これはもう今マルス使いの方は皆メモったとということで、じゃあ崖ですよ、はい、はい、なんか崖の展開継続もすっげーうぜえなと思うんで言い方よすいません皆さん。いやでも超強いと思ってるんですよ僕。なんか
速いんじゃないですか。僕その歩く速度とかその辺の関係は分かんなかったんですけど、さっきまで、はい、ね、その辺も速いし、掴みとね、それこそ空前と空N もあるしみたいな感じだったんですけど、崖の展開っていうのはどうしたらいいとか明確なのはあったりしますか。その場がでしてもらうと、だいたいこう下強攻撃とか、はい、まあ、なんだったら、全然合わせてからもう見てから横強とか合わせてこうやって不規則展開にして、はい、撃墜狙ってもいいです、はい、ここら辺、まあ、下強横強がその場上がりに対して、ちょうど先端になるぐらいの位置、はい、この位置ぐらいで待っとくのが、まあ、マルスは強いかなと思ってます。なるほど、はい、そっか、その場回避にも先端になるし、はい、回避上がりにも対応してそうですね。こうやって後ろ見てから掴んで外に投げれるんで、はい、そうですね、はい、このぐらいの位置が基本的には強い。そうですね、ジャンプ上がりしてもらったら、はい、そのジャンプ上がりに対しても別に、まあ、見てからその相手がジャンプしてんのをずっと眺めてるだけでもまあ全然いいんですけど、うん、そもそもあの不利状況なんで、はい、こんなんあの上を振ってたら対空できるし、うん、割と、まあ、なんだったら見てから車で追いかけたりとかでいいんで、はい、そうですね、ここで待っとくのが一番強いかなという感じはします。はい、はい、一つ疑問なんですけど、まあ、ごめんなさい、皆さんはいやいやそんなこと何聞いてんだと思うかもわからないんですけれども、はい、弱空母あるじゃないですか、はい、あのロイとかがやる、はい、あれは先端で入らないからやらないんですか。なんかえそういう問題じゃないんですか。そもそも確定しない。え、確ってね、弱空母は確定しないですね、そもそも。ロイな、え、マルスの話ですか。うん、マルスの弱空母はないですよ。あ、そっか、こうじゃないのか。マルスはもう2段技なんだ。あ、そっか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 。クロムはこう、クロムは一緒。そうかそうか、クロムとロイだけ。レキナとマルスはそっか違います。そう、同型なんで。あの、あ、そっかそっか、それはもう本当にすいませんでした。シンプルにこの位置にいるだけでリスクがないですよね、こっち側が。もうそうですね、もうなんかリスク全然、攻撃上がりがもう絶対に選べないんで、相手して届かなくて、そう、一方的にまあこうやって殴れるんで、でその場上がりにもちゃんと剣があるからリスクつけれてっていうので、はいはい、で回転率高いのも偉くて、あ、なるほど、下強を振った後にジャンプ上がり見てから狩ることもできたりするんですよね。そうですね、だからめちゃくちゃ多分強いです。いや、ずっとここなんですよ、僕もう この位置関係を崩せないんですよね、マルス、まあ、マルスは本当にこれがめちゃくちゃ強いと思う。そうですね、本当にあのよく下強を狙いに来る方がいらっしゃるじゃないですか、まあ、僕ガノなんであんまり気にはなってないんですけど、はい、やっぱあれもやった方がいいんですか、この崖を捕まるときに下強、下強みたいな。ああ、崖捕まりのに対して、ああ、はいはい、二筆とかってことか。そう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 、はいはいはい、あれはやっぱキャラクターに応じてやっぱ狙った方がいい。マルスって当たります、崖捕まりに。そうですね、そう、気になる。この崖捕まり状態ですか。そうですね、まあ、二筆だったりとかに。あ、二筆当たりますね。あ、当たるんだ、はい、ルキナとここは変わんないんで。なるほど、はい、だからまあジョーカーのアルセーヌ復帰とか、はい、ああいうのに対して先ほど狙うことも全然ありますし、まあ、なるほど、なんだったらあの横スマッシュの先端も当たるんで。え、あ、そうだね、はい、うん、それはそうっす、うん、あれクソ痛い。いや、もうそりゃそうなんだよね。必殺技っすね。そうだね。でもロゼチコレベルになると当たんないですよね、多分。2フレ当たる、横スマ当たる、横スマッシュ先端はちょっと下側に判定が出てるんで。あ、じゃあ当たりそう、はい、一応当たるのは当たりますけど、だいぶ、まあ、崖つかまりが優秀。ガノンとかだったら、まあ、当たんないさすがに。そうガノンは最強。そうですよね、あ、当たんないんだこれ。下強、いや、下強も横スマも、横スマは横スマ当たるんじゃないかな。横スマ当たるか、当たる、うん、そう、横スマで一応当たるか、ね、ってってなる毎回。やっぱその考える時間が増えちゃうんですよ、まあ、そうですね、そうですね、はい、うん、マルスがこの崖上にいるっていう状態だとどう上がろうみたいな。特になんか下強一回振ってその後ちょっと空前振ってるみたいな、じゃあどう上がろうみたいな、回避上がりも無理だな、回避の位置にいるなみたいな時にちょっと長くなっちゃってると、ね、しっかりお仕置きを食らうっていうのを覚えてるんで、うん、はい、これはじゃあ基本的にソニックにも当たります。ソニックにも当たります。じゃあ全か、全キャラ、全キャラか、はい、あ、そうなんだ、あ、それは勇気をもらいました、ありがとうございます。勇気なのかな。勇気もらいます。あ、ありがとうございます。まあ、基本的には回避上がりの位置で、先端で、はい、横強だったり、ジャンプ上がりを見てから枯れる位置にいて、はい、回避上がりもしっかり掴みだったりっていうので、咎めつつ、展開維持して復帰阻止展開、はい、または直接の撃墜を狙うという形でよろしいですかね。はい、はい、いや、ありがとうございます。こんなに難しいと僕思ってなかった。本当にスタンダード、丸いからなんかこう難しいと思っていたんですよ。
なんかこうやれることが多くてみたいな感じですよね、はいはい、多分。でも最初の説明で、あ、この技とこの技ですね、上り空へのと下鏡がメインになってきます。でこの技は空前なんかは当てはまるからあんま使わなくていいですよみたいな、とそれに次になってる、まあ、つかみとかで空下なんか意外とやっぱ使いやすいんじゃないかと思ったんですけど、全然違いました。それはもう皆さんもちろんだけど分かってたんですね。でも撃墜が大変すぎる。そういうことですよね。パーセンテージを貯めるっていう点においてはどうなんですか。まあ、立ち回りの強さっていうところですね。立ち回りが強いんで、はい、やっぱあとやっぱ剣キャラなんで着地狩りとか、うん、ターン継続がやっぱ強いん で、 そ、 うです、ね、そこら辺で貯めることはできるんですけど、結局ターン継続撃墜までつなげるのが難しいんで、はい、そうですね。でも結局あれだよね、さっき見てたら火力とのも剣先合わせたもんね結構、うん、最後そうコンボでも。しかもその剣先がちょ半分半分とかだったら納得いくというか分かるじゃん、まあまあ、分かりやすいっていう、うん、分かる。それだったらもうマルスみんな使ってますね。 ね、もう本当にこういうことですよね。チョロンが本当に剣先しかそうっすってことなんですね。なるほど。いやありがとうございます。リゼアスさん以外にちょっとマルスは無理なんじゃないかというところで使い手一人もいなくない。オフラインだと本当にリゼアスさん、結果出してマルス使ってる人は、ね、多分リゼアスさんしか、まあそうね、使い手だけで見ればいいかもしれないけど、ね、もちろんそれはそうですね、うん、しっかりね、結果も出てて、もちろん認知度も高いというか、リゼアスさんといえばね、うん、っていうところで唯一無二で、もっと詳しくね、知りたいよという方は先ほどもおっしゃってましたけれども、リゼアさんがですね、ショートの方で動画出してくれていたり、もちろん生配信とかもありますので、そちらの概要欄の方に載ってるので、ぜひね見に行って、いやマルス使って、まあ、マルス使ってる人はみんなもう行き着いてると思うんですけれども、これからやってみたいとかね、っていう方はぜひね概要欄の方からチェックしていただければなと思います。とともにですよ、リゼアスさんといえば何回も言ってるんですけれども、いろんなキャラクターを使っているっていうところがあるじゃないですか。カメメさんに聞いたら、いやお孫やらしたら日本で超トップレベルですっておっしゃってたんですけど、みんなもう知ってる。そうですよね。だってなんかアイアンマンチャレンジ超早いよね、リザーさん。あー、そう、一応、はい、そう、あれなんか記録1位とかになっ、今1位、今は抜かれてると思うんですけど、誰に抜かれた、今の1位誰だろうな、わかんないですよね。なんか、うん、結構いろんな人がやってたりとか、確かに最初の頃1位取ってましたよね。あ、そうですね、はい、はい、もうやっぱりこうザクレイ君、シュートン君、リゼアスさんぐらいのレベルなんでしょう。で、とんでもない差があって満足って言ってましたよね。いや、僕は言ってないですよ。いや満足は最低限ですよ。俺の同期でご立てたことか。あれは弱い。ですので、やっぱりこう日本でトップレベルにお孫が生えるって皆さん知ってるらしいんですよ。僕ちょっと存じ上げてなかったんで、ちょっとぜひカメメさんとお孫戦っていただけないかなと。あ、もうぜひ。あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、はい、レインさんもカメメは本当にお任せめっちゃ強い。え、あれあれです、お孫の輝きトップ8あみたいな感じになりますよ。そうですね。開かれたらいけそうっすよね。ちょっとやってほしいよね、そういうのもね。面白そう。ね、面白そうっすよね。なんですけれども、まあちょっと早めのトップ8を僕らでやりたいなと思いますので、はい、次の動画もぜひ見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上となりますが、概要欄の方にですね、リゼアスさんの情報も載ってますので、ぜひチェックしてください。ぜひね、応援していただければなと思います。それからカメメさんのね、配信チャンネルもあります。Twitch もあります。YouTube もあります。SNS もね、ありますんで、ぜひ見ていただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。満足俺だね。じゃあ。それはないっす。はい。